こいつは随分と不気味な世界じゃねえか。ここは煉獄ステージの変遷ですね。この変遷は僕にとって忘れることのできない景観。ハルとちーちゃんを裏切ってしまった忘れることのできない思い出と共にあります。おめえたちも喧嘩をしたんだな。そういうクラインさんも？いや、俺は喧嘩っつうほどじゃねえけど、キリトとは出会ってすぐ別行動をとって、それからしばらくは全く会わなかったんだ。まあ、なんつうの、一言で言えば攻略における考え方の相違ってやつかね。そうなんですね。僕たちの方はそんな高尚な感じじゃなくて、単純に僕が悪かっただけなんですけど、クラインさんとキリトさんにもそんなことがあったんですね。それだけで少し許された気がしました。ダチっつうのはよ、喧嘩しねえことなんてねえのさ。むしろするのが当然。何度もぶつかり合って、それで互いの距離が縮まる。だからそれを恐れてちゃいけねえよ。ありがとうございます。僕はこれまで2回過ちを犯し、それで2回ハルと戦って、そして救われました。だから3度目の戦いはただ純粋に競い合えるようなものにしようって2人で約束してるんです。いいじゃねえかそれ。本気で戦い合えるこの仮想世界ならではの約束って感じだな。はい。たく、クラインさんと何話してるんだ？ああ、ハル。いや、なんでもないんだ。なんだよ、教えろよ。ハル君たち、少し静かにするの。緊張感が足りないの。ああ、そうですよね。すみません。名はブラックバイス。こんにちは、ネガネビュラスの皆さん。そちらの妖精の皆さんは初めましてということになるかな。私は加速研究会は副会長ブラックバイス。以後お見知りおきを。白の王、いや、貴様らの会長殿はどうした？おやおや、私では不服かな、黒の王。もはや否定もしないのだな。二つの勢力が一枚岩であったことを。私たちもバカじゃない。これが本来の世界ではないことも、我々が虚構の存在だということも理解しているよ。それが分かっていてなお私たちの前に立ちふさがるというのか。無益な戦いはごめん被りたいが、それではこの世界で存在する意味がなくなってしまう。なるほどな。ではこちらは貴様を倒して白の王を引きずり出すことにしよう。やれやれ、恐ろしい方だ。暇つぶし程度にはなるかな。不愉快だな。すぐにでも潰してやるぞ。悪いがそう簡単にやってくれ。なかなかどうしてやるじゃないか。消えた？影の中に逃げたんだ。どこに？生き
おっと、これは良くない。また消えた。奴の最大の特徴は逃げ足だ。地面の影に潜伏して自在に移動することができる。ゲージが足りない。少し本気を出してみることにするか。屋上で待っているよ。もうあっちこっちと。でもだいぶ追い詰められてるはずですよ。もう後がないぞ、ブラックバイス。それはどうかな。こう見えても負けず嫌いでね。ゲージが足りない。全力で行くし。ヘッドカット。ちょっと油断してんじゃねえよ。ありがとうございます。これ使うよ。ここまでか。油断したようだね。さあ、白の王のもとへ案内してもらおう。会長は君たちに会う気になったようだよ。フィールドに出てみるといい。では、私はこれで。先輩！ホワイトコスモス。この世界に来ていることは理解していた。相まみえることも覚悟していた。しかし、いざ前に立たれるとどうしようもなく気持ちが乱れるな。あれが白の王か。ああ。先輩。大丈夫だ、春雪君。だが、もしも私に何かあったときは、支えてくれるか？はい、もちろんです。嫌だわ、カラスさんだけに頼らないで。私たち全員であなたを支えるんだから。ああ、そうだ。みんな、感謝する。さあ、行くぞ！